おはようございまーす。ティラと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。昨日の今日です。こちらを撮ってるのがね、昨日の今日なんですけど、まあ、本日は大丈夫ですよ。うん。本日は大丈夫です。前回はね、編集、時々やっぱ裏話であるんですけど、編集してる時も、なんかいまいちだなってことはあります。はい。実況者の中でもね、そういうこと気になる人いるかなと思って、ちょっとさらね、裏話なんですけど、ボツというか、なんか微妙だなーって、なんか編集してもでもなんか微妙みたいなのはあります。ですが、基本的に、ボツに、蔵に入れることっていうのはないです。ただ一つ言うんでしたら、作った後に、あげるタイミングを間違えて、もうあげれないというか、前回キラーマシン2はと言っていた方、お待たせいたしました。今回はいますよ、キラーマシン2、そしてピーチクちゃんゴールドンよし、行くぞお前ら。なんか2体はよく見るような気がしてきたな、もはや。そうです、これね、まあ、先々のちょっと動画の話になるんですけど、予定してた。その動画のために、まあ、もう一チームがこちらということですね。はい。こちらも、とある必殺技を取るんですけど、キラーマシン2はどっちにも対応しちゃってるんですよね。そのおかげ上、今回はこうせざるを得なかったというわけです。じゃあ行きましょうか。この、ガチャガチャメカメカした中に、なぜか一匹ゴールドマン。メカ系、またいんのかよ、お前。お前、またいんじゃねえかよ、気づいたらよ。なんでまたいんの？ちょっと、やめて。なあ、ほら。さあ、唯一機械兵ではありませんが、私も頑張ります。いきます。第一の怒り、行くぜそして、この前マイナー紹介で出てきたピーチクちゃんがね、再び登場。行くぜ重いことを気にしています。はい、ダブル称号でね、上がった能力を活かしていきましょうや、ピーチクちゃん。ああ、ピーチクちゃんが、ゴールドも受けてんの？よく見たら。あらま！何も見えなくなりましたね。はい。すごいです。何にも見えなくなりました。どうしましょうか。こうなってしまうとですね、編集的にも面倒くさいような気がしないでもないんですけど。キラーマシン2に当たりました。いくらかかったかはちょっとよくわかってないですけど。さあ、行きましょう。大丈夫です。これね、大体覚えてます、僕。空飛行で、突撃 !1、2、3、せーの、これで多分4玉回収できてますね。死んでる！いや、敵同じやないかい。いや、一個前のさ、回と敵まで一緒やないかい、いよいよ。いよいよ敵まで一緒ですよ。もうさっきに至っては泥投げだからさ、もう完全に、ファントムだったよ。キラーマシンズお前ファントムしてたよ。ヒュー、懐かしい話しちゃったわ。デッドリーファントムだったのかなと思ったもん。見えない中でさ、敵を暗殺するキラーマシン2をかっこいいという他何がありましょうね。さあ、まだ出せてません。このチームにした理由、一つの理由があるんですよ。このモンスターのみです。とある必殺技が打てるんですけど、このモンスターたちのみですね。はい。なので、それを打ちたいんですよ、僕は。で、割とまあ、そこそこ強い技ではあるんだよな。全員ワンの出身でね、まあ、例えばホームランとかそういう、類の、こいつらじゃないとダメっていうタイプの。ああ、まあ、なんか、これもなんか前回見ましたね。はい。完全ゴテゴテに回りましたけど。さあ、行ってこい！効率化の霊気を放つぞ !Z ブリザード！あらまあ、ひでえな、こりゃ。ひでえな、こりゃ。行け！キラーマシン2、灼熱エネルギー発射で059、チューン！まあ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 。いけるかな、あれで。お、黄金の波動ですか、いけ、波動使い、黄金の波動だ、オーラ行くぜ、オッケー、乗りました、行きましょう。なぜこのチームになったか、それはメタッピーが全ての鍵を握っている。あ、おお、絶好調や、よかったわ、絶好調やな。まあ小話で止まる気がしとったね。なさあ、ピーチクちゃんたち動いてくれ。行きましょう！三無一体、このモンスターたちじゃないと無理なんですね。行くぞみんな！魔導砲究極呪文兵器メタピー行け！翼がすっごいでかい、でかい、でかい翼！行け！キラーマシン2とゴールドマン、エネルギーを
湧き与えろ、灼熱のエネルギー集まっていく、いけ気候へーきちこれそれデジやん。あ、よかった。なんか前回もあんな感じだったからどうなるかと思ったけど、今回はそういう、まあ、こういう数字書きですね。よしとりだね、いつもお前気にしとんな。どうしてもユアストーリーの未練が解けないゲマとの戦いになりました。このチャンネル出てくるたびにお前そういう言うよね。まあこの動画の収益はね、ゲマさんに当てられるんでよろしくお願いします。さあ、打撃に弱いゲマなんでドロケットダイブでね、まあみんな打撃技で純粋に押していきましょう。さっきの魔導砲は灼熱攻撃って言っても、かつこの2体じゃないとダメっていう謎の仕様なんですよ。はい、せーの、いいね、いい力出してんな。ワンタンキルしただけあるわ。ほう、どんなもんだ。ゼロゾーマってどんぐらいだろう、本当にわかんねえな。ゴールドマンが吹っ飛び人ならまあわかる。ゴールドマンが吹っ飛んでいく。ゴールドのとこゴールドマン。ドッカーン。ああ、同じもんやった。みんなわかりやすく同じの食らったな。いけ、怒ってます。第一の怒りです。言います。うん、行くぜ、のらまあ、普通にもとどめ打って大魔王行っちゃいましょう。今回は前回チームと違って耐久もそこそこあるんじゃないかな。2600あるしね。たまにはビアンカも行くかいつもここでフローラ出してるんですけど、まあ、たまにはビアンカも行ってこいと。さあ、とどめの一撃は強烈なマグマが押し寄せるあの技なんですけど、まあ、最近ではビアンカは大体メラゾーマだったりしますね。はい、マグマ特艦3231、とどめの中では弱い方です。さあ、とりあえずあえてオーブをそのままで行くっていう珍しいスタイルでね、ちょっと次はまあ大体敵は知れてるわよ。重量感のある BGM と共にやってまいりました。おーいね、よかったよかった。白になったらもうね、どっかのエルギみたいになったぜ。待ってたぜ。ちょうど良さそうな戦いだ。しかし、どうだろう。これ灼熱通らねえよな。そうだね。炎と爆発には弱いんですけど、灼熱には強いっていう、類いまれなタイプなんですよ。ね。火を連想させる攻撃に弱い連中って結構いますけど、こいつは残念なことに、炎と爆発はいいんですけど、灼熱はダメっていう。で、原子は氷が弱点なんですけど、こいつは氷を克服してるんで、そう考えると、まあ、打撃で殴っていくしかないと。ああ、まあまあまあ、OK でしょう。怖いのは3ターン目の雷撃弾かな。3ターン目に雷撃弾、つまり、メカが2体いる、ガチャガチャメカメカしているこの2体は、吹き飛んでいくということに。竜神にも吹き飛びそうなんですよ。おお、すごいすごい、外してる外してる。さてと、まあミルドラスの攻撃自体は大したことないと思うんだけどな。まあ、前回すごいね、もう焼却処分されたやつらもいますけど、いい感じ。まあ300だってメタッピーが出してんだったらね。で、第一の怒り350でしょ。ボーダーは乗ると思う。耐久がちょっと不安かな。3ターン目にルビスとかしてもいいかも。5ターン耐えればいい。高校イテハを食らわなければいい。でもね、高校イテハ、別にこいつら遅いわけでもないんだけど。お、普通に純粋な物理叩きに来るってわけか。来い！うん！まあまあ、ゴールドマンがな。唯一打撃耐性がないのは確かにゴールドマンだね。打撃耐性ないゴールドマンがちょっと狙われたか。まあ、しゃあない。ここはルビスの守り。このターンちょっとどっち受けても危険な気がする。うん。ここは素直に防御を取ろう。ってなると、あ、ダメ！灼熱はちょっと、きつい！ゲマの熱戦で知ったよ！聞かねえんだよ！ほら、まあ聞いた方だけど、タグ今ね、炎と爆発のようくせに。あー、それもダメ！原種ならいいんだけど。まあ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 。そう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 。これがルビス入ってないとさすがに2体が飛んでいく。うえほう！理不尽にも吹き飛びすぎ理不尽だなそのダメージは。いけ！黄金だと！黄金の波動だ！オーライ行くぜ！さあ、ここから4ターン目、5ターン目はですね、あれがあります。高校であれをされ続けると、なんと負けます
そうそう、高校からあれを連発されると、なんと負けます、この試合は。だから、ある意味、辛いっすね、こいつは。とどめボーダーは乗るんだよ。確かに。ただ、ああ、このようにして動いて、で、次相手が、凍てつカードをしたり、おぉ、外れてるけどね。勇気が溜まったよ。おぉ、あれこれ勝つな。あ、ごめんごめんってごめんって、うわ、危ねえ危ねえ俺勝つなーって言って負けるかと思った。大丈夫だった、ギリギリやったかいやー、でもなんだかんだ勇気フラットの状態から新ミルドは倒せたんでね。まあ、まあ、あっち来なくてよかった。でもギリギリの耐久だったってわけか。ルビスっていうのは正しかったんだね。危ねえお、コツわーって言っててさ、ボトグレ死ぬっていうさ、類まれな死に方するかと思った。おー、頑張った頑張った、オッケー。前回のチームのあだを取りたいと思います。今回はですね、メタッピーゴールド1、キラーマシン2とも全員1のモンスターです。なので再現ですよね。1の再現みたいなもんだよ。前回はちょっとね、自分もちょっと判断が良くなかった。うん。なぜか必殺技を連打するというね、暴挙に走ってしまった。ちょっと、今回はちゃんと考えてプレイします。なんか、仇打たせてもらうぜ。今回、ゾーマはね、打点全然問題ないね。だ、打点問題ないけど打てないね。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。打点は問題ないことは分かってるけど、そのまま打点取ろうとすると、まさかの気候砲が暴発してしまいます。とりあえずロケットダイブと、まあまあまあ、打撃も通るからね。オッケー !381! よく通るよ。とどめボーダー乗せれるはず。灼熱弱点だ、あとは。いけ!黄金の波動だ!オーライクス!確かお前、ゾーマに行かなかったっけ、ゴールドマン。なんかゴールドマンってさ、今までの動画で、なんかゾーマに挑んでた気がする。あ、お前また外すんかい!ここです。え!やばいな、なんか同じ光景をどっかで見たな。この前と同じ戦法で攻めてくるってわけよ。大丈夫かな、まだ、まだ足りる。いった、うわちょ、ここはね、ちゃんとマジックバリアを張るというね、選択を忘れない。2ターン目マジックバリアを張ればね、実質ね、貯めるかまヘドなんで、無効化できるってわけですよ。うん。そういう寸法よ。前回はそのせいで天使の歌をいきなり使う羽目になって、ちょっと罪に近かったから。うん。ここはしっかりマジックバリアというね、安定卓を取っていかないと。うわー、氷まんまダメさ。頑張ってくれ。お前ら二人とも盾は取れる。いけ!黄金道、波動だ!オーラ行くぜ!うおーい!さすが、すでにゾーマを倒しただけど、こうなるとね、こうなるとね、え?ちょっと、ことごとくさ、俺の読みを、俺の読みを、俺のさ、え?次死ぬんじゃね?ちょ、なんか次死にそうな気がしてきたんだけど、大丈夫かな?え、なんか、いや、ちょっとゾーマ、ほら、行くぞ!お前ら行け!合わせろ!大丈夫、気候法は、灼熱と麻痺。そう、灼熱属性が入ってる。行けお前ら、お前の力を見せてやる。行くぞー、みんな!ここでね、呪文究極兵器、気候法いきます。メタッピーに力を与えろ。なんか最近ではね、もうメタッピーがね、単体で魔導を撃てるようになりましたけどね、ちなみに。ドラクエ10とか。さあ、灼熱のエネルギーを放って、任せた、行くぞメタッピー、気候法、うおー結構出たな。うん。おー、でも最高キャノンだったらまだ大丈夫じゃないかな。よかったよかった。食べるから最高キャノンならまだ大丈夫だ。いってえなー。まだだ。まだ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 。気候法を見たことで、あ、でもちょっとひるんだんじゃない?ちょっと。やべえな、こいつらと。いける。まだ、いけるかもしれん。いけ。黄金の波動だ!オーライクス !477 だもんね!なかなかいい打点取れんじゃねえの。でも待てよ。あれ?これさ、凍てつく波動が来たとしても、え?うん。いてつカードが来る。ってことは、一体じゃ回収不可能。あれ?え?勇気足んない。勇気足りません。いや、まあ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 、まだ焦るのは早い。まだ焦っちゃダメだ。突撃!いけ、ロケットダイブ!おら!
どうすんの？はて。え、はて。いや、まだ、まあ、サイコキャノンだったら、耐えるんじゃねえかな。あれ、なんかサイコキャノンでこの前死んだ覚えがあるんだけど。あれ、なんかサイコキャノンで死んだ覚えがあるんだが。諦めてない。サイコキャノンでメタッピーやキラーマシン2に飛べば大丈夫ってことで、サイコキャノンだったら、あ、ほんと、相手の攻撃！ジオスパークだって、え、ちょっと待って、耐えろ、頑張れ、気合いや、まあ、2ターン目がやっぱ無理、鬼門だよね。2ターン目に全部外されてるもんね。